タルコフだ。タルコフだ。ということでマックはインターチェンジ。武器は SA58 だよ。前回の動画と同じなんですけど、コネちゃんが武器のステータスを表示し忘れるというミスをやらかしたため、表示させておきます。エルゴノミクスがかなり低いけど、そこまで覗き込みに違和感はないので気にはならないね。私の持ってきた武器は気になる。なるよね。なりません。私の持ってきた武器は M1A。その中でも、セミオートマチックスナイパーシステム。サスカスタムで使っています。それでは早速店内に入っていこう。さてここからどうしようか。スポーン位置は遠かったね。なら上に上がるのはちょっと怖いかな。1階から制圧していこうか。了解だよ。それではクリアリング開始です。ほらエイム速度も悪くないだろう。これで高威力の弾がフルオートで撃てるから強いんだよね。というわけでこちらはクリアです。こっちも見えないな。この辺いないなんて珍しい。いつも激戦区なのにね。今アデックの中いるの私ね。はいはい。それにしても静かなショッピングモールだ。周りで一切銃声もしないし、どうなってるんだろうこれ。外周勢のみ集まっちゃったとか。なら美味しいところあさっちゃいたいけど、電源がついてないんだよね。それに私はバッグ持ってきてないから敵からもらわないと漁れないって言い切らいました。大丈夫？グレネードで動かしちゃえば楽勝です。ごめん取り逃した。それじゃ私がやるよ。はい終わり。さすが M1A だね。私が持ってるからね。強い M1A が。その後8分くらい待ったんですけど、一向に敵も来ないし銃声もしないので、ユカリンのために電源を入れてあげることにしました。それじゃこれでも巻いて頑張って。ありがとうございます。電源入れてもらえるんだから当然。もう巻き終わったから返すよ。いやいいよ、持っていきな。マジすか。マジです。じゃあ張り切って電源入れてきます。電源まで来ましたよ。少しだけ入れるの待機して。わかったよ。少し足音する。あ、スカブか。もう入れちゃって大丈夫だよ。はいよ、わっちゃん。いやありがとうありがとう。もう用事ないし車で帰っちゃおうかな。帰っちゃうの？残っててもすることないしね。あ、でもお金持ってきてないや。じゃあ結局一緒に帰ることになるね。悔しいがそうなることになるな。スカブくんがお金を持ってなかったらね。そういえばメディカルどうでした？ LEDX ありました。ち、下を打つな下を。なおさら先に帰りたくなってきた。待って、足音する。あ、お金出てきたし先帰りますね。ちょっと待ってよ。 LEDX 抱えてる人なんて私知らない。ああそうですか。やばい、助けて。助けます。場所はどこ？今メディカルから逃亡中。逃げ切れるの？今なんとかやってる。オッケー、走っていくけどかなり時間かかるよ。なんとか奥まで駆け抜けないと。レーザーがすぐそこまで。これ死んだかも。じゃあ諦めていいですか？嘘です、死にません。ひとまずここでお茶を濁せないかな。あ、私の直感が無理だと言ってる。このまま奥まで行くとします。そこで死なれても困るから生き延びてよ。わかってる。なんとか安全圏まで逃げ切れた。全く位置情報をつかめてないんだけど、私はどうすればいいの？ね。ここで私は即興ではあるが一つ作戦を練り出さねばならなかった。それも単細胞なやつでもわかりやすい簡単な作戦オーダー。まず私の現在位置がここ。
敵の所在は大体つかめているが、3人以上は確定。そうなってくるとばらけようが固まろうが、取れる戦法は10人といろ。なので私は、2階の全域に敵がいると仮定して動くことにした。ここからはササラの動きだ。1階のフロアに移して、ササラの位置はここ。さっきの私の位置からして、右側の階段から登れば、敵の裏を取れると予想。ササラの存在は確実にバレていないので、先手を取れる確率は高い。できるだけ警戒されない位置から進軍させ、あとはササラの攻撃力に期待することにした。というわけで、この作戦を分かりやすく相手に伝えなければならない。とりあえず2階に上がって勝負したい。非常階段から行けば安全に上がれるはず。ゆかりんに寄った方がいい。ならイデア側。いや逆、堀川の非常階段から裏取ってほしい。こっちはこっちで耐久する。了解。なるはやで向かうね。これで正しく意図は伝わっただろう。私は安全な場所で待つことにした。今階段上がるね。敵の位置はわかる？中央にいたのは確認してる。3人はいるから気をつけて。登ってから見える位置にいるのは全部敵ね。私は見えない位置にいるから。はいよ。そっちからワンアクション起こしたら私も動く。まあ不意打ちは得意分野だから任せたまえ。その前に鎮痛。あとは水分補給もしとかないとね。多分その辺りから見えるはずだけど、中央は今のところ見えないな。もしかしたらカードキー通しに行ってるかもね。それなら私が見えそうだ。どうしたの？落ちました。落ちたので支援行けそうにないです。私死にそう。はあ。ごめん、そっちに行けそうにないや。さすがにそのミスは想定してなかった。これどうするの？いやー、私に聞かれても。はあ。とりあえずキバストアのロングは見ておくから。見ておくからそこは任せてくれ。一気に行動範囲狭くなったな、お前。私が下手に動くより黙った方がいいかな。セーフルーム帰りなら通るルートだもんね。私の車線は結構重要。まあそれは否定できないな。落っこちたのは確実にミスだけど、まだ終わったわけじゃない。私はまだここでタレットとしての役割が残ってる。それじゃタレットは任せた。私はそれをカバーする。二人見えた。やっぱりカード通して帰る気か。三人、キバストア開けてる。鍵は槍、二人目。次。多分三人やれたかな。マジですか。グレネードで動きがないかチェックするよ。足直したら見に行くね。それじゃ2階のクリアしちゃうよ。ここの直線はなし。これで終わりかな。今確認します。二人と。三人目。よし、こっちもやれてる。全滅？多分ね。タグ見てみようか。ちゃんと私が倒してるからこれで全員だね。ホロサイトでよく倒したな、その距離。リプレイで見せたいぐらいには素晴らしいショットだった。熱い自画自賛。敵もすごくいい装備だし大満足です。もともと致命的なミスをしてた気がするけどね。いや、あれは的確な判断でしたね。お、この人スリックじゃん。こんなアホに倒されるの不憫すぎる。だからあれは作戦だって。
いやいいレイドだった。ユカリンもそう思うだろう。せっかく立てた作戦をぶっ壊されたんだよな。素晴らしい援護をしたところで今回はここまで。結局キバストアもあされたし満足だね。結果オーライですよ、結果オーライ。あ、このバイザーあげるよ。ん、どこどこ。この緑の箱。あ、これか。それです。ありがとうありがとう。ガッチャン。あとはアサリ残しがないかチェックしないと。ユカリンが床を探し始めたところで今回はここまで。ではでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。